青木康夫は、日本のアナウンサー。富山県高岡市出身。東京大学法学部卒業。1967年4月、TBS に入社、アナウンサー12期生として放送会にデビュー、ニュース、報道系アナウンサーとして活躍。11月15日に、アナウンサー研修室設置に伴い、アナウンサー研修室付け県ラジオ局第1、制作部勤務となる。 TBS 退社後も TBS ニュースバードのビジネスナビコーナーで東証アローズからのリポートを2007年3月30日まで担当した TBS 東京放送アナウンサーの横顔国内放送局ハンドブック東日本編81年版3歳、ブックス1981年95ページ出身地と山県高岡市と明記 TBS 東京放送アナウンサーの横顔、国内放送局ハンドブック、東日本編81年版3歳、ブックス、1981年、95ページ。出身校、東京大学法学部と名記。3、放送関係7、アナウンサーの活動記録、TBS50 年史資料編東京放送、東京放送、2002年1月。 238ページ。億力1億6692万4883。1967.42期生8人、入社、青木康生石森克幸功の道太郎大口克彦、久米博林義雄宮内静尾米沢光 TBS アナウンサーの動き、TBS50 年史付属資料、ハイブリッド検索編東京放送、東京放送、 2002年1月、21から22ページ。6 7 4 2期生8人入社、青木康生石森克幸公の道太郎小口克彦、久米博史林吉尾宮内静尾米沢光樹、ハット ABCDE3 放送関係7、アナウンサーの活動記録、TBS50 年史資料編東京放送、東京放送、2002年1月。 238ページ。るく1億6692万4883。青木康夫、ニュース、報道 KR、朝のダイヤル、あなたの火曜ジャーナル、ニュースデスク TV、おはようニューススポーツハット ABCD、TBS アナウンサーの動き、TBS50 年史付属資料、ハイブリッド検索編東京放送、東京放送、2002年1月。 21ページ。青木康夫、ニュース、報道 KR、朝のダイヤル、あなたの火曜ジャーナル TV、おはようニューススポーツ、TBS アナウンサーの動き、TBS50 年史付属資料、ハイブリッド検索編東京放送、東京放送、2002年1月、22ページ。1967年11月15日。 アナウンサー研修室設置アナウンサー研修室付け、県ラジオ局第一制作部勤務者、今村実、のる、小川哲也、くずもぐしょう、五味、陸人氏、桐本幸子、手塚敏子、本田彩子、岩崎直子、遠藤康子、藤達ね美、堀川慶子、堀川優子、青木康夫、石森克行、小口克彦、久米広林芳雄、宮内静夫、米沢光樹、 河野道太郎、ありがとうございます。